昨今のガソリン代高騰を受け、岸田首相がガソリン補助金の延長を検討すると発表したでしょ。ではもう炎上してるみたい。なぜガソリン補助金の延長が炎上しているのか。まずは、ガソリン補助金延長に関する報道内容から見てみて。ガソリンが高騰を続ける中、岸田文雄首相が22日、価格抑制のために石油元売り会社に支給してきた補助金について、9月末の期限を延長する検討に入ったと、複数のメディアが報じた。ネット上でも、ガソリン補助金などの関連ワードが続々トレンド入り、関心の高さを表した。そして、ガソリン補助金延長に対し、次のような批判の声が殺到。鈴木啓生。国民、ガソリン高騰、ガソリン税減税しろ。岸田、補助金延長の検討をします。国民、違う、そうじゃない。岸田の聞く力は相変わらず発揮されない。絶対に減税しない。余計なことはすぐする、というポリシーだけは一貫している。この人に、減税という言葉はない。七市の一人編集長。国民、なぜトリガージョークを発動しないの？岸田、2.8 兆円減収するから。国民、補助金はいくら使ったの？岸田、4.3 兆円。これがガソリン補助金。ブライダル補助金と同じで、当然原資は税金。消えた差額の 1.5 兆も含め、払うのは政府ではなく、もちろん国民です。石井県。補助金は元売りに行くので、どうせまた利権絡みなのかな、と勝手に思っています。他にも、補助金追加しても、末端のガソリン価格が全く安くならないのはどうしてなの？石油元売り業者への補助金ばらまきに過ぎない。ガソリン価格は高騰し続けるよ。意地でもトリガーは発動させません。一回でもガソリン税や暫定税率をなくしてしまうと、二度とかけれなくなる恐れがあるからです。暫定税率なんて、何十年も前から違法で国民を騙してゆすり取ってる税金ですからね。減税にすると、予算を好きに使えなくなっちゃう人がいるから補助金にするんだよね、岸ポン。そりゃ、下げられるわけないわ。補助金で生きている人、甘い汁を吸う人がいるんだから。減税すると、身内の財務省が怒るからね。家から出てくんのよ、もう。財務の犬として有能だから、日本の総理としては無能なんだよな。海外にはすぐ金出すくせに、何なんだこの総理。NHK ネット民からの受信料徴収は、即法改正しますわら。ほんと国民の神経逆なでするの好きだな、こいつ。聞く力全然ないじゃん。検討するだけの簡単なお仕事ですね。払いすぎた税金をそろそろ返してほしいわ。とりあえず違法の二重課税やめろ、などと国民の怒りの声が爆発してるみたい。まあ要するに、多くの国民は、ガソリン補助金延長ではなく、減税しろと言ってる感じだね。確かに減税をすれば全て解決だからね。でも、財務省の犬である岸田首相。絶対に減税だけはしないだろうね。ほんと岸田首相は、財務省と国民のどっちが大切なんだろうね。まあ前者だとは思うけれど。とにかくガソリン補助金延長で、一時の間はガソリン代の高騰は落ち着くだろうからね。まずは一安心だとは思う。しかし、岸田首相への批判の声。恐ろしいことになってるよね。まあ全ては、岸田政権が国民を怒らせるようなことばかりやってきた末路だからね。致し方ないよ。とにかく岸田首相。いい加減に減税してください。お願いいたします。